がセブンに挑戦状を叩きつけた格好ですね。世の中がある程度ざわつくような言い方をしないと、と狙いを話しています。どうもこんにちは、東洋経済オンライン YouTube チャンネルリポーターの森永真彩です。東洋経済オンライン編集部長の竹正秀明です。チャンネル登録してご覧いただいている皆様、いつもご視聴ありがとうございます。主なポイントは3つです。1、ファミリーマートがこの秋プライベートブランドを刷新しました。2、ファミリーマートコレクション、お母さん食堂など複数あったものをファミマルに一本化していきます。3、王者セブンイレブンに負けているイメージ戦略の立て直しを進めていきます。今日はファミマが王者セブンイレブンに叩きつけた挑戦状の意味をテーマにお届けいたします。そろそろナンバーワンを入れ替えよう。コンビニ国内大手のファミリーマートが聡明打った広告を東京都内の渋谷駅に掲げました。竹正さん、コンビニ業界でナンバーワンの存在といえばセブンイレブンですよね。はい、広告では名指ししてないんですが、ファミマがセブンに挑戦状を叩きつけた格好ですね。背景には何があるんでしょうか。ファミマはこの秋プライベートブランドを刷新したんですよ。ファミマのプライベートブランドといえば、お菓子類や日用品が中心のファミリーマートコレクション、惣菜類のお母さん食堂などがありましたよね。そうですね、それは複数あったプライベートブランドを一本化し、ファミマに統合するんです。渋谷駅の広告はこのプライベートブランド刷新に合わせたものです。それにしても、そろそろナンバーワンを入れ替えようとはなかなか挑戦的ですね。そうですよね。でこれはファミリーマートの足立ひかる CMO 最高マーケティング責任者はですね、ファミマの商品は美味しくないと皆さんに思われているのに普通に美味しくなりましたと言っても伝わらない、世の中がある程度ざわつくような言い方をしないと、と狙いを話しています。足立さんはマーケティングのプロとして著名な人物なんですよね。はい、日本マクドナルドの業績回復の立役者の一人としても知られています。2020年10月にファミマの初代 CMO に就任し、ブランドの手こ入れに乗り出しました。今回は新しいプライベートブランドの広告戦略も担っているんですね。ファミマはお弁当などの商品開発力が他社に比べて劣ると指摘されることが少なくなかったようですね。はい、これに対して足立さんは、商品が弱いと自分も思っていたが、それは大きな勘違い、イメージで圧倒的に負けていると分析しています。イメージですか。実際ファミマは消費者アンケートを行ったんですよ。どちらのコンビニのハンバーグが美味しいと思うかっていうのを100人に尋ねました。結果は、これは回答者の9割近くはイメージだけで業界一の会社を選んだんですね。ところが就航の感想では、ファミマを選んだ回答者が過半数を占めたんです。これがイメージで負けているという話ですね。その通りです。商品の認知度が低いということなんです。認知度は高まっていきそうでしょうか。広告の打ち出し方を以前と変えるようです。従来は店頭、ホームページ、決済アプリのファミペイ、 SNS などの各媒体でその時々に押し出す商品が異なるということも多かったんですね。散発的になっていたわけですね。その通りです。そして店頭での訴求も変えてきます。商品陳列で統一感を出していって消費者への訴求を強めていくということですね。すぐに浸透していくでしょうか。時間はかかると思いますね。それでもプライベートブランドは会社の顔ですし、安定した売上が見込める定番商品ですから、じっくりと時間をかけて育てていくということですね。ということで今日はファミマが王者セブンイレブンに叩きつけた挑戦状の意味というテーマで、東洋経済の中野泰樹記者のリポートをもとにお送りいたしました。もっと詳しい内容をお知りになりたい方は、概要欄のリンクをぜひチェックしてみてください。